ババババーン。バババーン。カイリー、3。バババババ。Irving and Curry, one on one. Irving puts it up. It's good. Kyrie Irving from downtown. バババババ。James puts up a three. Bang. バババ。Back to Curry. Step back. Three pointer. Bang. Steph Curry drills the three. パンツです。ということでね、昨日の動画の続きみたいな形でね、八村塁選手を次はマブスに入れてみました。プレーオフを見据えての補強ですよね。補強に動くと思います。プレーオフで勝ち抜いていくには、フォワード陣のね、補強をするんじゃないかということで、まあメンバーはこんな感じでね、ルカ・ドンチッチをね、中心に、もうエネルギッシュなね、もうディフェンスもいい、シュートもね、入る選手がね、集まってますよね。ですがね、マギーだったり、まあパウエルあたり、まあここら辺がね、出場時間があんまりなかったりしてる選手もいるので、まあ動くとしたらここら辺もトレードに出すと思いますね。先発ではね、まあウッドは出てるんですけど、まあ途中でね、スモールレンナップという形でね、戦っていくところがあるので、ルイ選手を入れて、まあインサイドの補強をプラス、まあアウトサイドのシュートも打てる八村が合ってるんじゃないでしょうか。ということで試合の方やっていきましょうか。さあ、八村選手は4番ポジションとなるとデュラント、さあ早速デュラント対八村、さあどうなる、まあ、八村選手もね、まあいやー早い、まあルカ・ドンチッチのこの感じですね。さあ行くね、まあ、彼がね、まあ、ストレスをためずにね、まあ、ずっと戦い続けられればかなり強いと思いますね。いやー、デュラント、なのでまあルカ・ドンチッチ、はい、スリーポイント、まあルカを中心ですよね。まあ、そこにディンウィリーだったりハーダウェイジュニアとかがね、絡んでいくとより強くなりますね。さあ八村決める、さあいいですよ、さあパウエルからルカ、さあステップバックのスリーポイント、いやもうマブスはルカです、ルカです、本当に、さあルカです、そうです、マブスと言ったらもうこの男です、そうです、さあいいね、こういう合わせをね、まあ八村とねできたらいいかなって感じかな。まあ、大前提は、まあ、シュート、まあ、ジャンプシュートが入ることと、キャッチ&シュート。プラス、まあ、ディフェンスが本当に大事です。さあ、ディンウェリーのスリーポイント、ブザービートです。さあ、マブス、いい形で。いやー、ルカです。本当にね、これ、もう作ってて分かったんですけど、もうルカしか得点をしていない。さあ、八村は入らない。今のね、シュートはしっかり決めたい。さあ、ハダウェイ・ジュニア。ここら辺いいですよね、マブスは。さあルカ、ここもルカです。さあボール回しでブロックのスリーポイント、いいですね。さあ本当に本当にずっとルカです。さあハダウェイジュニアのスリーポイント、まあこういう感じでね、ちょっとね八村がね目立たない場面が多いから、うわーこれも、しかし八村のファール、渡辺選手に、本当にルカです。さあこれもフリーを作った、これもリバウンド取る、まあ、チーム的にねちょっとルカばっかりで八村選手は目立たないところもあるかもしれませんが、こういうディフェンスはしっかりと止めたい、本当にディフェンスだと思うね、マブスにね必要なのは。さあこれは入らないが、お八村こぼれた2ポイント、いや大事なところでいいですよ。さあ2点差、マブスリード。さあこれもルカか、外に出すディン・ウィリンの2ポイント、いやいいね、もう全部ルカから来てますね。さあアービング、さあすぐにレイアップで返す、2点差です、まだ時間があります、まだ時間があります、しかしこれは止めたいところ、止める、クラクソン。さあネッツどうする、これはもう1点いいんじゃないか。さあおミルズの3ポイントは入らない、リバウンドを取る、リバウンド飛んで、ティージ・ウォーレン。ティージ・ウォーレン。スクリーン使う。さあ、2ポイント。ここで打ってきた。少し遅いが、うわお。リバウンドしっかり取る。カイリー・アーミング。さあ、これはファールをもらう。エンドワンにはならず。フリースロー大事ですよ、これは。さあ、1本外す。絶対に決めないといけない、これは。2本目は決める。さあ、マブスもこれはファールゲーム。八村選手ですね、大丈夫でしょうか。フリースロー八村そんなに得意じゃなかったような気がする。
ジャパンゲームでも結構外してましたよね。さあ2本目は決める。いいですよ。さあスリーを打ってくるが入らない。惜しいな。そのままタイムアップ。ネッツカイリー・アービング44ポイントの活躍。ケビン・デュラントが怪我かな、怪我でいなかったですね。さあルカ45ポイント14リバウンド10アシストのトリプルダブル。いやーすごかったね本当に。ルカを中心にねやってると思うんですけど、キャッチャーのシュートが上手いプレイヤーはね揃っていて、足りないといえばねやっぱりディフェンス力のあるプレイヤー、まあ、ブロックだったりディフェンスに定評のあるいいプレイヤーは多いんですけど、サイズのあるディフェンダーですよね。八村選手ねいいかなと思ったんですけど、実際はリバウンド取れたり、まあ、ディフェンスもねしっかりできるプレイヤーの方がいいかな、まあ、機動力だったりブロックできる選手、リバウンド取れる選手、マギーいるやん。ということでバーイ。ご清聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録高評価してもらえると嬉しいです。 It's over! It's over!